ちょっと古い話になるんですけど、うん、最近なんかちょっとこう春先週刊誌ネタがすごい賑やかしてないですか。だってさ、4月から週刊文春系でしょ。いやもう恐ろしい。どうしてびっくり、楽しみだね。ま、なんか毎週買ってるって買ってほしい。本当そんな買わないのに。すごい楽しみで読みたい。すごいよね。なんかある私ね、うん、そこの登場人物の中の一人ちょっと知ってる人で。え、誰？あのさ、議員さんのさ、あ、出た M 議員、あの、M 議員、休み、育児休業、そう、うん、あの、すごい、あの、イケメンなんでしょ、あの人。いや、タイプじゃない。なんか今日 M っていう字がすごい出てくるんだけど、 M さんの人、相手の方、M さんの不倫相手の方、赤ちゃんが生まれた時、うん、お家に出た。あれはやっちゃダメだよ。京都だ、京都でしたっけ。京都ですよね。長岡京の議員さんですよね。そう、あの嫁の妊娠数日前に、うん、京都の家に、家自宅自宅に女連れ込んだ。アイドルを呼んでたと。そう、それでグラビアアイドルって書いてあったから誰かなと思って知り合ったら全然知ってる人だったの。でもグラビアアイドルじゃないよ。あら、写真がどう見てもグラビアっぽくない人でしょ。うん、主流なんですか。あの、ね、昔私が10年ぐらいやった前にやった舞台に出てらしたの、一緒に。あら、誰さんでしたっけ、あの人。 M さん。あ、 M さん。それも M さん。あら、あら、今日舞台で共演。そう、 あっちゃん舞台で共演したの、その人と。 M さんと、 M 議員の、議員じゃない愛人のアイドル、アイドルさんとご一緒したの、共演。そう、あら、どんな方ですか。え、すごい清楚な子だよ。あら、真面目な感じの。あまりなんか写真見る感じ華やかな感じしません、ね。うん、全然なんか昭和の、うん、あ、そうそう、なんか昭和のお母さんみたいな感じの見た目。そんな感じだった。グラビアアイドルっていうから華々しいイメージだった、うん、ね、なんかちょっと発光な感じだよね。AKB、CQ とか言ったら絶対 AKB ではない感じのオーラが漂わせていて私アイドルだったから、うん、そんな感じしたんですよ、うん、なんかね、君の名はとかに出てそうな感じ。あ、待ちこまきして、待ちこまきして銀座すき家橋に立ってたら似合いそうな感じ。あ、わかる、ね、着物が似合う感じね。そう、あ、で着物も着てらっしゃる、着付けで出会ったんでしょ。割と地味みたいな感じですね。そうだからね、会話とかあったの。びっくりしちゃった。喋ったことある、もちろん。いや、でもさ、こういうさ、こういうパターンで写真出てインタビューとかする人いっぱいいるじゃないですか。そう、だからびっくりしたのがね、出てインタビュー答えてたじゃん、はい、で、LINE とか公開してたじゃん、まあ、してたよ。あれはちょっとやっぱりね、こう人間ね、なんだっけ、ヒスルが放ってあるじゃないですか。あなた素晴らしいわ。枕営業の話をしたことです。素晴らしいわ。ないんじゃない、週刊文春の人が聞き出すのが。だってこの議員の人もさ、なんだっけ、うん、流行語みたいになったよね、なんとかそなたみたいなさ。あ、そう、ね、最近流行語とかやっぱり出る、一番タイプな、あったね、なんとかど真ん中みたいな、なんとかそなたみたいな、うん、あったんですよ、うん、それで、ね、会いたくてたまらない、なんかバイオショーで、マヤさんだっけ、うん、マヤミキさん、はい、なんだっけ、お前死ねみたいな発言してセットで流行語みたいな、はまずはっきりしなくて調べてるんだね。へえ、このさ、舞台で一緒だった時はさ、まさか20年後、30年後、うん、こういう話題になる、だけどね、話題になると。うん、なんかすごい清楚なイメージだし、でもほら、初めてここで世に出れた感じじゃないのかしら。そうだと思う。メディアに出たのはね、でもね、基本ね、ダンサーさんなんだよ。だから舞台とかでジャズとかのステージとか出たりっていう感じだったと思ったの。だからね、あの、だから恋が人を変えたのかもね。いや、変わる、恋好きになっちゃったのかもね。変わります。あなた変わるよね。あ、変わるんだ。ぐにゃぐにゃぐにゃになる。それって人によって変わるってこと、それとも恋をしたらいつもの恋してるバージョンのあの気になるってこと。でもね、今まではふにゃふにゃだったけど、今は割と自分らしくっていう感じかな。いや、ラクさん一時期さ、恋しちゃってる時、いや、どうした、私ちょっと待って、